どうも中田敦彦です。さあ行きましょう。今日はエクストリーム文脈、三島由紀夫仮面の告白編。仮面ありがとうございます。さあ来ましたよ、三島由紀夫でございます。もうね、ほんと日本を代表する作家ですし、世界にもね、その名を轟かせている、日本を代表するね、人なんですけれども、その中でもね、彼が、世界で評価されてるのって、金閣寺っていう作品もあるんですが、その前にね、この仮面の告白という、自伝的小説、これで、センセーショナルに日本に、名をとどろかせたことがあるんですね。この仮面の告白が面白いんです。正直僕はすげえなって思いました。なのでお届けしたいと思います。あー読んだことないんだよね、なんか三島由紀夫ってあれでしょ、こんな感じの人でしょとかね、あ、読んだことあるけど高校時代ですね、ちょっと覚えてないっすねっていう人のためにあらすじをガッと、この私がご紹介したいと思います。ついてきてください。まずね、この仮面の告白。何の話か。同性愛の話でございます。男性が男性を好きだっていうのは同性愛ですよね。ただ、何がセンセーショナルかっていうと、今ほど LGBT にね、このあんま、その、理解がない時代なわけですよ。なぜなら、三島由紀夫の年齢は、昭和の年と全く一緒の。ね。昭和5年、5歳、みたいなね。昭和20年、20歳、ね。昭和なんですよ。ザ・昭和。そして、第二次世界大戦中から戦後を生きた人。その時代だから、もう全然今とはもう感覚違うよ。だってもう、ゲイの人もいるし、レズの人もいるし、いろんな人があっていいじゃないっていうね。そういうことを世界的にやっていこうっていう世界でしょ。それが全くなかったその時代に、いきなり、ゾーンってぶちまけたわけですよ。その内情と、そのリアルさ。そして、そこに現れる三島由紀夫の才能の輝き。これがすごいです。これもぜひ見てほしい。これね、始まるのが、私は生まれた時の光景を覚えているとずっと言い張っていたっていうところから始まるんですよ。そんなこと言ってみたいと俺も思った。頭良さそうだから。天才そうって思うからね。俺嘘ついちゃおうかなって、ちょっと思いました。俺ね、生まれた時のこと覚えてんだよねーって言いたい。それが、でもね、彼はそれが本当なんじゃないかっていうぐらい頭がいいんですよ。もう家が全部官僚の家で、もうエリート一家。その上で彼も東大法学部へ経て、財務省に入るの。財務省入るってすごいのよ。もう日本のエリートのトップなんですよ。官僚のトップが財務省で、その財務省に入って辞めるんだよ。辞めて俺は小説で行くって言ったんですよ。で、親父とも相当揉めたけど、もういい、お前の好きにしろって言って小説家になる。その代わりお前日本一の小説家になれよって親父に言われた。厳しい親父だよ。だってさ、もういいじゃん、どうやったって食ってけんじゃん、そんなやつ。だけどお前なるんならな、財務省を辞めて我が家の我が家の名を汚すことなく日本一の小説家になりなさい。そして彼はその名の通り日本で一二を争う小説家になっていった。そんな男の仮面の告白だ。この同性愛の話はまるで彼の話そのもののように非常にリアリティを持って自伝ですが描かれてきます。生まれたのは時のことを覚えていると言ったら
人は笑う。みんなに笑われた。でも私にとってはどうしても覚えてる風景がある。そんなところから始まって、幼少の頃のことを思い出します。生まれた時の風景を覚えている。どうしても自分のね、産湯を産湯を入れていた桶の縁に光が当たっていて、それが黄金色に輝いていたことを覚えているんだ。それは嘘だって家族が言うんだよ。なんでって、俺が生まれたのは夜だったって言うんだ。だから日光は差してなかったって言うんだよ。でもそれは伝統の明かりだったかもしれない。でも俺は確実にその瞬間の美しさを目に焼き付けてるんだ。そこから始まる。これには二つの意味があって、一つは頭がいいとか天才とかっていうニュアンスも含まれてるけど、もう一つはそれをすごく美しいと思うという美に対する強烈な執着心が生まれた瞬間からあるぞということを示唆してるんですね。それを見ていた。そしてその幼少の時に何を美しいと思っていたかを、この四部構成のうちの一部、この一部丸々を使って幼少の時にグッと来たものを言います。幼少の時にこれを見たことを覚えている、あれを見たことを覚えている、ね、もうこのね光景すごい覚えてる。その中で最初にグッと来たのが、組取人の男にグッと来たって言うんですよ。この組取人ってのは分かんないかな、若い人はね。これね、まあ地方だってあるとこもあるのかな。ね、今水洗トイレが基本じゃないですか。カッてね、ダイってやったらジャーって流れるでしょ。あれは文明の利器なんですよ。ね、それまではこうなんか穴があって、そこにまあね、出したものを落として、それをね、こう組取りに来るっていうね、と回収に来るというね、そういう文化があったんですよ。その組取り人の若い男だから、もう力仕事だからね、マッチョなんですね。グワーなんつってこうやって持ってるわけです。組取りもね、もう組取ってこの大きいわけ、こうやって持って、この男のここ、これを見た。いいですねいいですねってなんですか。切れてますねーっていうね、その、なんとかスワン、なんとか、なんとかね、ポーズの名前、一個も出てこないけども、ボディービルダーの人の、切れてますねみたいなね。ああいう状態でこの組取りの人を見てたと。そういうことを覚えてるんだって。その上で、もう一つグッと来たのが、ジャンヌダルクだ。おう、ジャンヌダルク。ね。皆さん、女性のね、革命の時にね、こう、指導した人ですよ。フランスの英雄ですよ、女性のね。その上で、悲劇的な死に方をした、ジャンヌ・ダルク。へぇ、ジャンヌ・ダルクか。違うんです。ジャンヌ・ダルク、この少年はですね、男だと思ったんですね。絵にですね、すごいたくましく描かれてるから、あ、男性だと思ったんですね。で、うわぁ、しかもこの英雄はきっと、革命の、さなか、死ぬだろうって。絵を見て直感したんだって。うわ、この人死ぬ。すごい。かっこいいって思ってたんだけど、ある時、あれ何見てんのなんか、いや、ジャヌダルクだよ。かっこいいんだよ。え？あ、そうね。この女性すごいわよね。え？女性？女性よ。これ、たくましくてかっこいいから、わかんないかもしれないけど、これ女性なのよ。すごい人よ、フランスの。ああ、女性なんだ。ショックを受けたって言うんですよ。だから、この時まだ自分が男性のことが好きだってわかってないんだけど、なぜだか、この人かっこいいと思ったけど、男じゃなかったんだっていうのに、がっかりするっていうことも覚えてる。ね。象徴的な風景がバン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 出てきます。さあ、そのもう一つ。軍人さんが戦時中ですから、軍人さんが家の前でわーって通る、行進する、ザッザッザッね。
男の子たちはみんな見に行くわけですよ。軍人さん頑張れとかね、軍人さん戦ってよ、国のためにとか、かっこいいかっこいいとかって見てる。だけど僕はそんな風には見ていなかったって言うんですね。僕はその軍人さんの汗の匂いにグッと来ていたって言うんですよ。そこーというね、みんなわーとか言ってる中で吸ってたそういう幼少期なんですよね。でも自分は分かってないね、自分がね、その男性が好きとかそういうこと分かる前、小学校にも上がる前ですからね。で、そんな中クレオパトラとかを見たら、その紛争をしてみたくなって、クレオパトラですよ私はとか言って、クレオパトラですとか言って、あの家族笑わせるみたいなね、私はクレオパトラとかで言うのが好きだった。それでも分かってない。でも我々はね、なんとなく、あーてことはてことはってなるわけですよ。だけどこの少年はまだ分かってない。それを決定的にですね、このいろんな風景の中でも一番決定的なこの少年が覚えている風景っていうのが、サン・セバスチャンの絵というね、まあなんだろう、宗教画ですね。宗教画で、もうなんか、こうね、すごい、処刑というか、もうすごいことされてるんですよ。その、まあ迫害されてた。迫害され、ローマ帝国時代にキリスト教が迫害されてた時のキリスト教信者の迫害されてる絵なんですね。すごく美しくてマッチョな、もうとにかくマッチョ出てきますね。マッチョな男がこうやって、もう半裸、もうここだけ、もうなぜかもう、大事なところでちょっと布で隠れてるかなぐらいの、ほぼ全裸で、これね、この絵すごいのが、この絵昔描かれた当初、教会に掲載されたらしいんだけど、掲載取り消しになったんだって。なんでかっていうと、女性がキャーキャー言って見に来たからって。キャーとか言って、うわぁ、かっこいい、エロいみたいな、キャーもう不女子みたいなさ、わかんないけど、もうたまんないとか言ってね、死ねるとか言いながら、バーン見てて、それで、騒がしんじゃいとか言って、撤去されたぐらいの絵なんて。その絵をさ、見て、うわっつって、はぁこれは、しかも、ね、縛られてる上で、矢がね、刺さってるんですよ。痛そう、辛そう。これ、痛そう、辛そう、死にそう。これが大事なんですよ。これ全部ね、よくよく考えたら、ただ、かっこいい男じゃないのね。ただ若くて、かっこいい男が好きなんじゃなくて、すごくまずマッチョっていうことと、ちょっと死にそうっていうことなの。死にそうなマッチョ。ここね、男と死と美。俺もう書きましたけど、もう三島由紀夫の大テーマこれなんです。男とはなんだ、死とはなんだ、美とはなんだ。そして男、死、美、これをずっと考えてる人です。それが、なんと幼少の頃から、そしてもうこの作品だけじゃなくて、それ以降の作品全部、男と死と美について考えてます。マンデスビューティー。このマンデスビューティーですね。これだけを考える人なんですよ。で、このセン・セバスチャンの絵を見て、初めて、自分で自分を慰めると。好意に及んだのですということが一部で描かれてる。四分の一それだよ。読む人選ぶよ。四分の一ずっと性癖の告白だからね。だからさ、高校生ぐらいの時に読んで、何この本、性癖ずっと告白してるとかって思って、ここで閉じちゃう人も多いかもしれない。でも、三島由紀夫のすごいところっていうのは、それをですね、社会問題としてこう、なんかぶち上げるというよりも、とてもですね、繊細に美しく描くことで、人間の根本的なね、
業の深さとか、そういうところにまで至るところなんですよ。これをぜひ聞いてほしい。ただの性癖の本の話俺しないから、この後で、すごい、すごい面白いかもしんないってなるから。4部あたりでなるから。と聞いてて、ね。そんな性癖のやつがよ、中学入りました。どうなるか知りたいよね。どうなるか。オウミという男に出会います。オウミです。この男は、どんな男かって表現されてるというと、マッチョです。もうずっとマッチョですね。マッチョな上で、その二の腕には、怒りの入れ墨が似合いそうな二の腕だという風に書かれてるわけですよ。怒りの入れ墨ってなーにってことなんですよね。怒りの、わかる人いるが、ポパイ、ポパイね。ポパイってさ、そうだよね。海兵さんとか、の海の男っていうね、このマッチョなところで、怒りのマーク入れたりする人がいるんですよ。それが似合いそうだなと。だから爽やかで、夏の匂いがして、それバーン、朝黒くてさ、うわーみたいな、わかるでしょ、サーフィンやろうぜみたいなね。そういう感じの近江という男に出会う。その近江という男のエピソードがまた、出てくるんですよ、徐々に。それは、近江のこと俺好きかもしんないブロックです、ここは。近江のこと俺好きかもしんないブロック。それが一個わかるのが、その男子同士の遊びでね、その股間を掴み合うっていうアホな遊びが流行ったんだって。それゲスっ子って言うんだけど、バーン掴んで、わあなんだよみたいな、お前は、ねえとか言って、なんだお前ゲス野郎とか言って、その掴まれた奴がゲス野郎って叫ぶっていう、その謎のノリがあったんだって。ありそうじゃん。小学生ってそんなことやるよね。なんかさ、そういうことやってね、干潮したりさ、蹴ったりなんかいろいろやるじゃない。そういう男子の、その股間を掴むって遊びをずっと無邪気にやってたんで、この少年もね、主人公も私もさ、やってたんで、バーって掴むってね。その時にですね、オウミも、俺もやるよって言った瞬間に、その少年が、じゃあ僕やめようかなって思ったんですって。あれ、オウミくん来るの？オウミくん来るんだったらなんか話変わってくるじゃんってなったらしいよ。おい、イエーイ、わーイエーイ、わーオウミくんもやるってよ。じゃあ話変わってくるじゃん。どういうことっていう。どういうことっていうね。話変わってくるじゃんってなったらしいんですね。その時からちょっとなんかこう意識始めた。あ、これが、もしかしたら、初恋なのかもしれない。ちゃんとそこに芽生えているわけですね。その上でね、さらに象徴的なエピソードが、落とし合いっこするんですね。遊具とかあるじゃないですか。で、ちょっと高い遊具で、動く遊牧みたいなのあったんですね。で、遊ぶ木があって。で、それの、おい、突き飛ばして、ね、バーンって落ちるみたいなね。そういうことやるでしょ、男子ってね。そういう中学のね、遊びの中で、オウミがね、こう、人を落として、あーって、俺の方が強いんだとかって、次の相手はいないかって言われて、ドキッとするわけですね。あれ？相手したい。なるわけですよ。僕やれよとかね。お前大丈夫か？幼少の頃からですね、この少年っていうのは、体が弱いんですね。で、おばあちゃんにすごい愛されちゃって、逆に溺愛されすぎて、おばあちゃんにかくまわれちゃって、もうなんか、あなたは男の子と付き合って、あんまり荒々しいことしちゃダメよ。ね。あんたは女の子とおままごとしてなさいって言って育ってんだよ。そんな子だから、逆に男への憧れ強いし、その上で、お前そんなガリガリで大丈夫か？はっ倒してまずぞって言って、ドキッと。はっ倒してくれるの？こうなったらしいんですよ。はっ倒してくれるんだね。なんつってね。で、こんなって、オウミくん、オウミくんつってね。おぉ、なんだよとかって。ちょっと手加減されるんですって。
だから弱いからさ、あまりにもマッチョとガリガリの主人公だよ、ちょっと手加減されてるって思ったんですって。その時にえ、なんかげんなりするんですけどって言ってらしいんですよ。思ったらしいの。いや違う違う、もっとバチコン来てほしいわ、バチコン張り倒して落としてほしいって思ったらしいんだって。そこなんです、男と死と美なのよ。ずっともうその自分がそのね、男が傷ついてたりなんか苦しんでたりするのを見てすごい痛めつけたいじゃないんだって。これはああなりたいって思うんだって。あれになりたい、傷つく男になりたいって思っちゃうんだって。だからオミ君俺を落としてくれよ、オミ君俺を、そんなやつとの落としで怖いよね。これなんだよ、おいおい、お前も来いよ。なんでがっかりしてんのこいつ、バチン、なんか喜んでるみたいなね。おみくんとか言ってね、おみくんとかって、すんごい、もうすっごいニッコニコでスローモーションで落ちていくっていうね、そういう状態があって、その上でね、もう決定的だったのがまた来ます、もうこの2ブロックのクライマックスです。2ブロックのクライマックスが体育のね、先生がおー、ちょっと、じゃあ、懸垂の時間だとね。じゃあ、お前マッチョだから、オウミやれと。あ、はい、やりますよとって。じゃあ、しょうがないから、俺のマッチョ見とけよ、お前らな。よし、行くぜ。よっ。この瞬間、この瞬間がですね、そう、主人公が、はっって見てね、これ、サンセバスティアンってなったらしいんですよ。何の話これ何の話って思うかもしれません。これ感動するから、感動するからまだ待ってて。これただの違う、変態ブログとかじゃないのよ、変態による変態ブログじゃないから、これは文学なのよ、本当にセンセーショナルな文学だね。この懸垂をバーやってるとき、うわぁ、このオウミ君のこの苦しそうな顔と、このポーズまさにのやつやんって言って、ものすごい興奮するんですね。もう全員が、うわーって興奮して、オウミすげーとかで、10回、20回とかやってるのが、オウミ君、サンセバスチャン、サンセバスチャンって言ってたっていう。ね、そういう状況。ところが、このオウミという男がですね、まあ、不良ですから。まあ、マッチョで、不良だったんですよ。なので、何か悪いことをして、退学になっちゃって、急に別れが来ちゃった。というところで、この第2ブロックが終わります。さあ、変わっていきますよ。こっから深いですよ。この第3ブロックがあります。向こうのベンチにですね、蝶が座ってたらしいんですよ。入れ墨を入れている男にはもう目がないんです。なんだこれ、その緊張感、バリ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 ってもう引き裂かれるようなこのラストシーン、なんちゅう文学じゃんつって受け入れられたんですね。